どうも、笹山です。今回は映画の紹介をさせていただきたいと思います。今回紹介したい映画は、若き天才グザビエ・ドラン監督を追ったドキュメンタリー映画、グザビエ・ドランバウンド・トゥ・インポッシブルという映画でございます。はい、この映画ですね、グザビエ・ドランを、追ったドキュメンタリー映画なんですけれども、グザビエ・ドランを本人をまあ言ったら情熱大陸的にね、あるじゃないですか、情熱大陸っていう番組とか、まあ、プロフェッショナルっていう番組あると思うんですけれども、ああいう感じで追った番組ではなくて、グザビエ・ドラン監督のと一緒にお仕事していた、スタッフの人たちとか、グザビエ・ドラン監督作品に出た俳優さん女優さんとかが、にインタビューをして、で、グザビエ・ドラン監督ってこういう監督ですよとか、グザビエ・ドラン監督の作品ってこういう作品ですよとか、こういうとこ面白いですよとか、こういうとこ工夫してますよとか、こういうとこが感動できるんですよとかいうことをスタッフとか周りの人にインタビューをして、監督とはどんな人ですかとかいうところを知ることができ、そしてグザビエ・ドラン監督のまあ本人の口からも、自分は作品のこういうところに気持ちを入れたとか、こういうところからインスピレーションを受けて映像を撮ったとか、こういうところを見てほしいとかね、はい、こういうところを工夫したとか、そういったところを、まあ、周りとか、仲良かったり一緒に仕事して近しい人たちにインタビューをして、さらにグザビエ・ドラン本人にもインタビューをしているという、まあ、そういったようなどちらかというと、まあ、インタビュー映画みたいな感じですね。はい、で、まあ、この映画自体が、めちゃくちゃ、ね、刺激的で、まあ、感動できるかって言ったら、まあ、正直そこまで感動はできなかったです。はい、なんですけれども、僕自身はめちゃくちゃ見る価値があったなと思っていて、まあ、なんでかっていうと、あのグザビエ・ドラン監督オリジナルの作品、監督オリジナルの作品をより楽しめるものになるような、作品のための作品のような気がしたんですね。どっちかというと、まあ、カタログ的な作品っていうか、プロモーション的な作品っていうか、そんな風に思いましたね。はい、グザビエ・ドラン監督のオリジナル作品があくまで主役であって、まあ、それの、まあ、本当に失礼な言い方をすると、まあ、ちょっとね、おまけみたいな感じというかね、はい、それをその本物を楽しむための補助的なツールのような感じで、見るといいかなっていう風な感じしない。で、ただそれが、バウンド・トゥ・インポッシブルが、まあまあ、そのただのおまけみたいな感じじゃなくて、まあ、それをね、それ自体をこうオリジナル作品をあるちょっと見た人とかが、まあ、それを見ることによって、まあ、オリジナル作品のまあ想像をかきたてて、まあ、このバウンド・トゥ・インポッシブル自体もめっちゃ楽しめるっていう意味では、まあ、すごい作品やと思うんですけれども、まあ、まあまあでも本家ありきですね、やっぱり。はい、本家ありきで、まあ、本家のまあやっぱプロモーション的な部分がありますね。はい、まあただやっぱ見てよかったですね。まあ、どういうところが面白いかっていうのも、まあ、人それぞれ感じ方があると思うんですけれども、やっぱりその監督がね、どういうところにこだわってるかっていうのを知っていて映画を見るのと見ないのとではまた違うと思うんですよ、感じ方が。自分の感覚で映画を見たら、やっぱり自分のねの考え方で映画を見てるわけなんで、まあ芸術の素養がある人とかやったら、監督はどういうふうなことを意図して作ってるんやろっていうのを読み取れるかもしれないんですけれども、まあ、例えば服の色が赤かったら、まあ、情熱的なね気持ちを表してるんやろうとか、赤い服を着てたら、これからねその、まあ、死に近づくような、印象があるんやろうとか、まあ、そういう表現の仕方とか、空がね曇っていたら、気持ちも少し、曇っていたりとか、逆に気持ちが明るい時に空が曇っていたら、そこのね、なんていうのギャップというか、調和が取れてないっていうところで強調したいシーンなのかなとか、まあ、そういうことが、まあ、素養のある人やったら、まあ、すぐ分かると思うんですよね。まあ、ただ僕とか、まあ、そこまでね映像にまあ詳しくないし、まあ、芸術自体にね芸術的素養っていうのが、まあ、正直ねそこまでなくて、そこまで読み取れないんですよ。でもこのバウンド・トゥ・インポッシブルを見ることによって、あのこだわりとか、どういうところからインスピレーションを受けたかっていうのを知ることができるんで、
まあ、1回目見てね、面白かったって思えて、でもう一度この「インポッシブル」を見てからね、そのオリジナル作品見てみると多分ね、もっと面白くなると思いますし、まだ映画を見てない方が、この「バウンド・トゥ・インポッシブル」を見て、その映画を見ると、まあ、初見で知識も入った状態で初見で見るんで、まあ、感動がねより高まったりとか、そういうこともあるんじゃないかなっていう意味で、まあ、オリジナル作品をリスペクトしていて、そしてオリジナル作品をより楽しめるようにするという意味で、この「バウンド・トゥ・インポッシブル」っていう作品はめちゃくちゃいいなと思いました。で、ちょっとねカタログ的な部分とか、プロモーション的な部分があるんで、やっぱりね、この映画見たらめっちゃグザビエ・ドラン監督の映画が見たくなるんですよね。グザビエ・ドラン監督の、まあ、インタビュー動画が基本なんですけれども、途中でこういうとこにこだわりましたよって言って、実際のね映画の映像がちょっと流れたりするんで、ああなるほどねってなるんですよね。はい。だここは、画面比率にこだわりました、すごい挑戦しました、他の監督はまだやっていないと思いますっていうようなね、まあ、例えば説明しますと、画面比率、まあ、YouTube だったら、まあ、こういう感じですけれども、その映画ではね、こう1対1の正方形で、ここは黒く塗りつぶされているというか、まあ、何も映ってない状況で、まあ、正方形ですよと。それで主人公のね、例えば、まあ、気持ちが表されていたりとか、主人公の気持ちがこう明るくなって大きくなっていくと、この1対1の比率で作られていた画面構成が、主人公がこう手でね、ドアみたいに開けていくようなシーンがあって、画面自体がこう大きくなるとか、そういったことをグザビエ・ドラン監督本人が説明していたりして、でその後に、実際にね映画の映像一部をねちょっと公開しているんで、本当にね、解説動画、本人がする解説動画みたいなね、そういうので、まあ、分かりやすくて、次見たくなるし、次見たら絶対面白くなるっていう風な、作品だと思いました。ということでね、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、今回の動画ね、よかったらグッドボタンお願いします。チャンネル登録もお願いします。